どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、アイロンを入れるときに必要な方法7つをご紹介します。この方法絶対必要な方法で、ダメージだったりとか、まあ、うねりパサつき、それがすごい気になる方は絶対この方法をやった方がいいかなと思いますので、いつもアイロンでダメージを悩んでいる方、よかったらこの方法をマスターしてみてやってみてください。それでは動画をどうぞ。まず癖があったりとかパサつきがある場合は、まず髪の毛を濡らしていきます。ブラシで溶かしていきます。次にトリートメントで保湿をしていきます。毛先中心にしっかりとつけていきます。ドライヤーで乾かしていきます。ブラシで溶かしても引っかからない状態になれば OK です。次にアイロンを入れていきます。温度は140度設定でやっていきます。このままサイドの部分をいっぺんにいくことはやめてください。だいたいサイドの部分は半分ぐらいに分けてからアイロンを入れていきます。毛束を少し起き上がらせて引っ張ってアイロンを根元付近から入れて、丸みを描くように入れていきます。この時毛先の部分を長時間挟むのはやめてください。毛先は根元よりも素早くアイロンを通すのがポイントです。上のブロックも同様に、引っかかりがある場合はしっかりと溶かしてからアイロンを入れるようにしてください。毛束を横に持ってきて、根元付近から丸みを描くように入れていきます。後ろのブロックはだいたい3ブロックぐらいに分けてアイロンを入れていきます。ダッカールで一番襟足の部分を分け取って、毛束を少し横に引っ張りながらアイロンを入れていきます。根元付近から丸円を描くように入れていきます。次の上のブロックも同様に、引っかかりがある場合はしっかりと溶かしていきます。一番上のブロックも同様に、保湿しながらやるとツヤが出て綺麗に丸みが出てます。反対側も同様にやっていきます。最後に保湿用のスタイリング剤をつけていきます。ツヤ感とまとまり感が出たらこれで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。アイロン入れる時に絶対に必要な方法になりますので、よかったら参考にしてみてください。